もチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますそしてすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは「松本大作」「読詞」です 松本、ね、1887年生まれ1939年没の日本の小説家です、えー、松本太はですね当時人気作家が集まっていた「新青年」という雑誌があったんですけれどもその「新青年」には、えー、一編しか作品を発表しておらずかなりこう我が道を行くというか、えー、独自の路線を歩んでいたようですね、えー、自ら秘密探偵雑誌、えー、後の探偵文芸っていう、えー、雑誌を発刊して 創作や翻訳に活躍していたようでですなのでこの「読詞」という作品も多くの探偵小説のように探偵が事件を解決していくという形でなく執筆されています。そのような部分もお楽しみいただければ幸いです。それでは改めまして本日朗読していくのは松本大作読ですそれでは本編をどうぞ 松本読詩店の人たちから半時間も遅れて薄暗い裏わしごを降りていった私は勝手で顔を笑ってから柱の折り釘に吊るしてあるほうきを取って座敷の八畳へ入ろうとすると廊下でお嬢さんと顔を合わせた。 みつこさんは女中に手伝ってお膳立てをしているところであった。昨日は良かったわね。今度は昼間のに浮きましょうよ。みつこさんは首を曲げて秘密を楽しむようない。たずらっこらしい様子で囁ささいた。2人はその前夜歌人に内緒で近所の活動。常設館へ行って。 十0時近く別々に帰ってきたそれでも最後の刺激を半分見残して帰ったのである私は返事の代わりに笑いながらうなずいた「お掃除なんかいいわよ放っておけば止め屋がするわ勉強なさる方はほうきなどを持つ必要はなくってよ」つさんは、 台所にも茶の間にも聞こえるようなかなり大きな声で言ったいつものことながら私は気が引けたような心持ちで強いて笑顔を見せたまま黙って座敷へ入って掃除にかかった私が遠慮がちなそして家の人たちに対して妙に固くなって自分から隔てを置くような気持ちになったのは この3 4ヶ月以来である。なおよく考え合わせると1月旦那が病気で床についた頃から私は人の家にやっかいになって学校へ通わせてもらっているという意識がだんだんはっきりしてきている旦那は酒の上があまりよくなかったことに病気で倒れた当座はそれが一層激しく 何の訳があったか知らないがとっくりで女将さんの頭を殴打したり見かねて止めに出る若旦那にまで食ってかかってあさましい親子げんかがしばしば繰り返された無口ないつも控えがちな若旦那もその時は無気になって旦那と争った私と美津子さんとはただおろおろするばかりでどうすることもできなかった しかし酒癖の悪い旦那も、美津子さんと私には不気味なほど穏やかであった。これは別段、私どもに好意を持っているわけではなく、相手にする甲斐がないので、無関心に放っておかれたに違いない、と私は、今でも七分通りそう信じている。あるいは、後に出てくる問題の高円寺の家に、 私を引き取るつもりであったかもしれなかった恩義のある旦那を批評してすまないが旦那は商家の軒を並べている横山町にそろばんを持って生まれたような人であった新しい教育を受けず従って趣味も低級であることは免れない酒は元来あまりたしなまれなかったが震災の痛手を受けて以来 思わしくない商売がかなり長く続いたので、いくらか捨て鉢で晩酌の量が上がった。それだけのことなら、穏やかな単調な家庭に風和は起こらなかったが、旦那はだんだんに外へ出て酒を飲むようになり、下屋辺りから夜遅くなって電話がかかってくることが多くなった。私は、 誰の口からはっきり聞いたというわけでではないが旦那が下屋の何とかいう豊島芸者を非かしてひそかに高円寺へ家を建てているといううわさを耳にしていたそんなことで家の中は暗い影をかざしていた私は掃除を終えて茶の間に入るとみんなのお膳立てができていた こめかみに頭痛口を貼ったおかみさんはさっきからそこにいたらしく長火鉢に寄りかかって暦を広げていた食事の最中に「ゆうべはいいあんばいに猫、ね、いらずを入れておいたおはぎをネズミが引いていったようだよ」と誰に言うともなく言った「今夜は店にでも置いてやりましょう」「店のものによく行っておかないと」 意地が汚いからうっかり食べでもすると大変だ若旦那と女将さんは顔を見合わせて離れの方に目をやった私にはその意味がよく分かった旦那は腎臓病で食事療法をやらされているにもかかわらず歌人の厳しい目を盗んで隙があるとそっと台所へ忍び込んでいってつまみ食いをしては口を拭っていた 旦那は医者や歌人からやかましく言われるのをまるで虐待されているように思っているらしかったそれで若旦那と女将さんの意味は猫いらずを置いても店の方向人より旦那を警戒しなくてはならぬということであった今日は学校はお休みだってねご苦労だがあたご下までお使いに行っておくれ。 とおかみさんが言った、朝から強い西風が吹いているうすら寒い日で紙くずなどを捨てた中庭の難点がどこからか吹き回ってくる風ではめ板に吹きつけられていた「愛宕下へ行くのは格別急ぎの用事ではなく家具屋をやっているおかみさんの弟さんに相談があるから今晩でも来てくれ」 と「いうことづけけをっってくだけであった。いつもなら学校へ出かけるのであるが休みの日は離れの旦那の部屋を掃除して薬を飲ませたり裏口を吐いたりしていくらかでも女中の手助けをしてやることに決めていた離れの病人は青くむくんでいたが相変わらず元気であった私の顔を見ると 玄八まだ小遣いはあるか本なんか買うんなら遠慮なく言うがいいぜ本なんていうものは宝物と同じだと言った私は月末にもらった小遣いが十分残っていることを答えたその他は私は何かともらいためた金を50円郵便貯金にして持っている こんな町中じゃ勉強ができないだろう。高円寺から通うのは大変かねえ。と旦那は言った。私は黙って旦那の済ましたお膳や汚れ物を引いた後で食後の三薬を飲ませるつもりで袋の中に2枚残っているオブラートの一枚を小皿の水に浮かせて粉薬を開けようとすると。 んんにさがびできて、ちょっとちょっとお父さんのところへお客様よ早く取り次いでちょうだいとうせき立てた私は慌ててどうしたはずみか薬を畳へまいてしまった私は昼の分の薬をそのオブラートに包んで旦那にすすめた美津子さんは私に手伝って こぼした薬の後始末をして大波のように引き下がると入れ違いにイガグリ頭の請負石風の男が部屋へ入っていった美津子さんは裁縫道具を抱えて近所の仕立て屋へおはりの稽古に出ていった茶の前へ行こうとすると若旦那と女将さんが小声で話し合っていたあいつが お千代の家を建てている棟梁ですよまた模様替えをして座敷を増やすの門を三陰石にするのと言っているんです本当に涼しい女だねだんだんつけ上がってくるじゃないかしまいには何を言い出すか分かりませんよお父さんにも困ってしまいますね勝手にするがいいどうなったって構うもんか ただ私はねこんなことが高じてくるとお前たちを路頭に迷わせるようなことになるだろうと思ってそれが心配なんだよおかみさんの声が少しずつ甲高になってきた廊下にマゴマゴしていた私の気配に気づいたのか茶の間の話し声はそれっきりやんでしまった私は茶の間へ入りにくくなって 台所口から裏庭へ回った私は物置の横に立てかけてあるちびた草ほうきを持ってきて手近なところから吐き始めたさっさと手を動かしながらも私は茶の間にいた2人の話を考えたり旦那と棟梁の話を他愛なく大行に推量したりしていた旦那は 本当に何をしでかすかもしれない。旦那と来たら、えこひいきで、紀元会で、気に入ったものの行為には何事があろうと、それが不自然なくらい、ことごとく善意に返してくれる。私が最も手近の公的霊である。わずかの縁故で、私が旦那の家へ引き取られたのは、15のときであった。 神戸に肉親のおばがいるが、それとても貧しい生活をしているので、私をこうやって不自由なく学校へやってくれる旦那の恩は、実の親以上である。けれども、うちの人の身になってみれば、旦那がこうして家のものも他のものも見栄えなく世話するということは、面白くないに違いない。そんなことを考えると、 自分もやはりこの家を暗くしている一人のような気がしてすまないように思ったふとほうきの先におはぎが転がっていたそこはちょうど便所の窓下であったおはぎはさっきおかみさんの話していたネズミの引いていったものに違いなかったドブネズミが。 こんなと私はつぶやいたこんな猫いらずの入ったものを犬でも食べたらかわいそうだと思ってほうきの先で丹念に溝の中へ押し込んでしまった高い空に白っぽい厚い雲が太陽を隠していたそのために町には光線がささなかった 震災後の低い屋根の上に空が遠くまで広がっていて青空の他の部分には猫毛のような細い雲が飛んでいた掃除を済まして家へ入るとおかみさんは私を待っていたらしく用事がなかったらすぐあたご下へ行ってくれるようにと言った私は一旦2階へ上がってから外出の支度をして横山町の家を出た あたご下の宮城という家具屋へ行って教えられたとおりの言葉を伝えてそこから電車で引き返すところをそのまま反対に公園の方へ歩いて行ったまだ昼には間があったしうちへ帰ってもつ子さんはまだお針から帰っていなかったので二三度考えた末公園内の寺に住んでいる秋葉を訪ねた 人の世話になって学校へ通わせてもらっている身で学問以外のことのために時間を費やすのは旦那に対してすまないような気がしたがそうかといってすぐ引き返すほどの自制心もなかった実を言えば私はもっと心苦しいことをしているのである秋葉は私と同じく孤児で 叔父の家から学校へ通っていた。性質やら境遇やらいろいろな点で2人は共通な点を持っていた私と秋葉とは多くない友達のうちで他の多くの友達が互いに選び合った親友同士よりももっと親しい間柄であった秋葉は私を窓の外に規模の見える 城の自分の部屋へ通して君が来るとは思わなかったどうかしたのかい日頃から私を知っている彼は私の浮かない心持ちをすっかり見通していたああ本当にどうかしている今のようなこんな生活を続けていると僕はろくでもない人間になってしまいそうだ ぼく、ね、たちのかんきょうはそりゃあさびしいんだいろガラスのはまったはこのなかにおしこめられていてしかくなあかりとりのそこからたかいそらをみているようなきょうぐなんだみつこさんというあかるいとりがあるじゃないかいろガラスのはこのなかにいるとみつこさんまでだんだんと 同じ寂しい色に染まってゆくように思われるけれどもこのかせからひと思いに逃れえない自分の心弱さを私はしみじみと呪い哀れむよりなかった旦那は何の縁故もない私を引き取って学校へまで通わせてくれるおかみさんや若旦那だって私をいたわりこそすれ ただの一度だって意地の悪いことはしなかったそれをこの私が何を教えよう秋葉も私もそれから長い間黙り込んでしまったがついうかうかと時間を過ごして秋葉のおばさんが運んできてくれた昼めしのごちそうになってしまった毎日顔を合わしているだけに2人の談話は かっってくくいくらでもあった。尽きない話をようやく切り上げて秋葉の家を辞したのはまだ勢いのいい西日がいっぱいに窓に当たっていた頃であったが私が横山町の家へ帰ったのは四時過ぎであった店の様子が変わっているまだそんな時間でもないのに 店の戸を大たしめて静かなうちにもどこかただごとならずざわついていた私は次の場面に展開するある不吉な光景を予想して小走りに廊下をかけてゆくとぱったりと知り合いの医者に出会った医者は私の慌てた様子を見るなり顔のそばで手を振って 私のそばをすり抜けていった旦那は私の留守の間に死んだのであるしかも誤って猫いらずの入ったおはぎをつまみ食いしてもん死してしまったのである警察から検視に来る前で死骸の上に あしい布がかけてあるばかりで、部屋には何一つ手をつけなかったそこには若旦那と女将さんが目を泣き晴らして座っていた番頭と女中のとめが障子際にぴったりと控えて鼻をすすっていた私はハンカチを顔に当てて泣き崩れているみつ子さんのそばへ座って 物心を知って初めて、とめどなく涙を流した。すべてがあまりに突然で、目前に死骸を見ながらも、私はまだ旦那の死を信じきれないほどであった。ジカに散っているその朝の薬袋さえ、今は悲しい思い出となって、 そこに無造作に捨てておけないような気持ちになった私はそっと手を伸ばして薬袋を拾い上げたあれから昼の分の薬を取ってきておこうと思いながらつい忘れてしまったことなどが今さらのように申し訳なく思った指先の袋をもてあそんでいた私は涙の中に ふと目を見張った私のこつから粉薬を一服こぼしてしまって無駄になって残っていたはずのオブラートがなくなっているそれからオブラートを示す小皿が枕元に置きっぱなしになっているこれは確かにその朝私が片づけていったものである 旦那は私のいない留守にオブラートに包んだ薬を召し上がった何の薬であろう次に私の脳裏に浮かんだのは裏庭に落ちていたおはぎのことであった猫いらずを仕込んで3個こしらえておいたおはぎは2つだけはまだ台所の棚に残っていたもし 今朝亡くなっていたおはぎを旦那がつまみ食いしたものなら私が裏庭で発見したおはぎはどうしたのであろう私はこの疑問を解くために後で台所へ行って棚を見ると朝のままに2個のおはぎが置いてあった裏の土ぶに私が履き込んでおいたおはぎがあったことは言うまでもない 旦那は確かにおはぎは食べなかったではどうして猫いらずが旦那のおなかの中へ入ったのであろうけれども歌人は旦那が猫いらずの入ったおはぎをつまみ食いしたのだと検視官にも言っている発作が起こったのは11時で 医者が来たののは午後の2時で、その時初めて猫いらずの毒と分かったがすでに手遅れになっていた検視官は11時から2時までの3時間中になぜ医者を呼ばなかったのかと尋ねたがそれに対する歌人の説明として主人はおはぎをつまみ食いしたことを誰にも打ち明けなかったので「容態が変わった時は」 持病の腎臓から来る一時的の発作だと思っていたと述べている私はその朝おはぎの紛失を歌人が発見した時刻から押して旦那が発作を起こした時間があまり遅すぎると思ったその晩ほど私は悩んだことはなかった旦那は 毒殺された私は固くそう信じているしかしながらこのようなことはみだりに口外することはできない若旦那と女将さんは旦那の死を悲しむ以上に苦しんでいるありさまがありありと見えた私は反問した あれほど目をかけてもらった旦那をこんな不合理な死に方をさせてそのまま葬ってしまうのはいかにも申し訳のない気がしたしかし私にはどうする勇気もない四十九日は夢の間に過ぎた学校の方は旦那の死後自分から遠慮して引いてしまった 三津子さんと私とはあの日以来許される以上に近づいてしまった二人が色ガラスの箱に押し込められているような陰惨な生活を逃れて神戸行きの汽車に乗ったのはある初夏の夜であった私の荷物は小さかったが三津子さんのはそれよりも少し大きかったその荷物の底から 何の間違いか、三津子さんが子どもの時に使い古したままごとの道具が一箱転がり出たそれは貯金箱のつもりであったのだそうである二人は晴れ晴れと笑った若い男女にとって金は問題ではなかった私たちはそのままごとの道具を もう少し大きくして使うような軽い気持ちになって勇ましく西の旅へ向かった。